沖縄県立那覇特別支援学校は沖縄県那覇市寄谷二丁目にある公立特別支援学校。死体不自由者を主な対象とした特別支援学校として開校した。1960年に開園した沖縄生死療護園の園内に開校した那覇教育区立貫原小学校文教場と那覇教育区立ち寄り宮中学校文教場が始まり、その後、 1965年には、鏡ヶ丘養語学校の生死料語園分、教場という扱いになり、沖縄生死料語園から独立。その2年後には、鏡ヶ丘養語学校生死料語園分校となった。1969年に、琉球政府立那覇養語学校として独立。本校ではこの年を学校設立年としている。1972年には、 本土復帰により、沖縄県立那覇養語学校と改名した。1979年には、沖縄静止療語園の中部分園内に、本校の文教室として、那覇養語学校中部分園文教室を設立。翌年には文校へと昇格となり、那覇養語学校合わせ文校となった。1985年に、合わせ養語学校となり、分離独立した。 2006年6月の学校教育法一部改定により、旧盲学校、旧老学校、旧養護学校の学校種が特別支援学校に統一されたことから、2009年4月に公明を、那覇養護学校から那覇特別支援学校に変更した。ありがとうございます。